よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、先生の研究室の研究内容を教えてください。はい、私はですね、今、酸化というものに非常に興味を持っています。その中で酸化ストレスという言葉があるんですけれども、実はですね、人間をはじめ生物というのは、酸素がないと生きられませんけれども、実はその酸素によってですね、体が酸化を受けて、それが老化や、いろんな病気の原因になると考えられています。ですので、今私が取り組んでいるのは、いかにして人間の体の中で起こっている、そういう酸化を正確に、理解してそれを評価していくか、こういうのは酸化ストレスマーカーと言いますけれども、その開発に力を注いでいます。先生は化粧品コースに所属されておりますが、具体的に化粧品とはどのような関係があるんでしょうか。はい、実はですね、人間の体の中で最も酸化を受けやすいのは皮膚なんですね。皮膚はですね、 20% の酸素にさらされていますので、皮膚というのは非常に酸化ストレスを受けやすい、酸化を受けやすい組織だと言われています。ですので、その酸素から、皮膚を守るために、抗酸化物質というのはいかに有効に使うか、そこに今私が興味を持っているところです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続いて藤沢研究室の飯田さんに話を聞いてみます。こんにちは。あ、こんにちは。研究内容について教えてください。はい、私の研究内容は抗酸化物質である尿酸と活性酸素種である一次抗酸素を反応させるときにできる反応生成物を特定して、それを酸化ストレスマーカーに応用することを考えております。ありがとうございました。こちらの研究室を選んだ理由を教えてください。はい、やっぱり先生の人柄ですね。授業を受けたときに こんなに親身になってくれる先生はいないなと思って、この研究室にしました。ありがとうございました。ありがとうございました。抗酸化物質化学研究室はいかがだったでしょうか。興味を持った方は東京工科大学のホームページに詳しい情報が掲載されていますので、そちらをチェックしてみてください。